ロベール3世ダルトアは中世フランスの貴族。父はアルトアハクロベール2世の子であるフィリップダルトア。国王フィリップ6世の議定だったが、アルトアハクの継承を争いに関して対立し、無本人として追われ、イングランドに亡命した。エドワード3世にフランス王を主張することを進めて百年戦争の原因の一つとなった。ロベール2世には、 娘魔王、息子フィリップという着子がいたが、1298年にフィリップは亡くなっており、他に男子は生存していなかった。1302年にロベール2世が金白者の戦いで戦死した時、アルトア地方の監修により、フィリップの長子ロベール3世ではなく、ロベールの叔母にあたる魔王がアルトア白を継承した。ヨーロッパの多くの地方においては、 男系優先であるため、ロベールは1309年と1318年に継承権を主張して訴訟を起こしたが、いずれも敗訴した。1318年に王族バロア博、シャルルの娘ジャンヌと結婚したが、1328年に妻のイボアニにあたるバロア博フィリップが、フランス王フィリップ6世として即位すると、ロベール3世は、ボーモンル、ロジェ博を与えられ、 側近として優遇された。しかし、1329年に魔王が亡くなると再び、アルトワ白衣を主張し、訴訟を起こした。ロベール3世を後継者とするというロベール2世の遺言状なるものを提出したが、これが偽造であることが露見し、さらに魔王の後を継いだジャングルが1330年に亡くなっており、これもロベール3世による毒殺ではないかと疑われ。 無本人として逮捕状が出された。ロベール3世は逃亡し、ブラバント高等の各地の親族を頼り庇護を求めたが、いずれもフィリップ6世の追求により長いはできず、1336年にイングランドに渡り、エドワード3世の庇護を求めた。フィリップ6世はロベール3世の所領を没収し、その家族を逮捕、投獄して、イングランドにロベール3世の引き渡しを要求した。 しかし、フィリップ6世による、スコットランド王デイビッド2世の保護を不満としていた、エドワード3世は、異種外視として、ロベール3世を歓迎し、リッチモンド伯を与えた。復讐に燃えるロベール3世は、エドワード3世に、女系継承により、フランス王位を主張することを勧め、また、フランス王家、貴族の内情について細かい情報を与えて、戦争の計画に貢献した。 百年戦争が始まると、エドワード三世と共に、北フランスの皇軍に従い、1340年のスロイスの海戦の勝利の後、アルトアの奪回を図ったが成功しなかった。1340年9月に、イングランド、フランスの休戦協定が結ばれると、イングランドモンホール派として、ブルターニュ継承戦争に参戦したが、1342年にバンヌで戦死した。 妻ジャンヌ・ドバルアとの間に6人の子女を設けた。ありがとうございます。